不確定性の音楽は偶然性の音楽の一種。不確定性の音楽は現代を音楽において演奏内視聴手の過程に偶然性が関与し、楽譜の指示によって再現される音響の結果が一義的に定まらないような音楽を指す。つまり、楽譜は用意されていても何らかの仕掛けによって演奏の度に異なる音響結果が作り出されるようになっている音楽である。 作曲過程のみに偶然性が関与する場合は、作曲の結果は確定的に寄付されることになり、その演奏結果も固定される。したがって、この種のものは不確定性の音楽ではなく、厳密にはチャンスオペレーションと呼んで区別している。チャンスオペレーションと不確定性の音楽等を合わせたものが偶然性の音楽である。ただし、純粋なチャンスオペレーションの作品は、 数が少なく、ほとんどの偶然性の音楽は、不確定性の音楽であるため、偶然性の音楽、不確定性の音楽を、ほぼ同義に使用する場合もある。不確定性の音楽は、アメリカの作曲家刑事によって1950年代に始められた。刑事は、従来のヨーロッパ芸術音楽では、音が音楽内容を表現するための単なる手段として、いわば、 搾取されてきた状態に疑問を抱き、音を、音自身として解放するためにこうした音楽のあり方を考えた。刑事の思想は彼を中心とするアメリカの作曲家におおむね共有された。一方、当時のヨーロッパの前衛作曲家は、この刑事の不確定性の音楽を、その思想的脈絡は無視して、セリエル音楽の作曲手法における単なる技法の一つとして、 自分たちの音楽に取り入れた。それだけではなく、ブーレイズは刑事の不確定性の音楽には伝統的な構造が欠如しているとして、これを手落ちによる偶然性であると激しく非難した。これに対して刑事側はヨーロッパ型の単なる技法としての不確定性を管理された偶然性と呼んで押収した。このように同じ不確定性の音楽といっても、 特に1950年代から1960年代においては、アメリカとヨーロッパの間には、思想的な差異が存在していた。学府は、従来の五線寄付法によるほか、図形学府を用いるもの、単なる言葉による、指示書のようなもの、などいろいろな方法がある。ただし五線寄付法を用いる場合でも、偶然性を関与させるために何らかの形で、 伝統的な寄付のスタイルを踏み越えている場合が多い。図形楽譜については、五線寄付法と同程度に作曲者の意図が反映されているものから、一種の図案のようなものしか提示されていないため事実上、ほとんどすべてを奏者が即興で行わなければならないものまで様々である。ブーレイズのピアノソナタ第3番やシュトックハウゼンのピアノ曲クシー、または 松平よりつの蕎爆者などは全体がいくつかの断片に分かれており、それをどのような順番で組み合わせて演奏するかが奏者の選択に委ねられている。また、シュトックハウゼンのサイトマッセはできるだけ早くやできるだけ遅くなどの指示により、西部相互のリズムの重奏に不確定性が導入されている。同社のチクルスは十六ページある楽譜のどこから演奏を 始めても構わない。上記の事柄は、現代音楽の文脈でいう、不確定性の音楽であり、通常の用語法ではこれを指していることがほとんどである。ただし、不確定性という語を非常に広く捉えた場合は、以下のような事柄に焦点が当てられる場合もある。ありがとうございます。